はい、どうもこんにちは、ウルです。というわけで今回もレジェンズアルセウスパート2やっていきましょう。いや前回はね、なんか試験受けてこいって言われたんで試験受けていきます。それじゃあこの人の話聞いてみましょう。ウルセウスさんですね、話は聞いております。デンスケさん、入団試験を行うのは村の外、どうか命を大事になさってください。命大事に行けばいいのに、ガンガン行こうぜだけどね、俺。じゃあこれ場所移動するんだけど、なるほどね、結構広いね場所。最後の方ここら辺とか行くんだろうね。北海道じゃん、てか場所ここ。北海道、あ、そうか、CO 地方がもともと北海道なんだっけ、ベース。まあ、弦のベース行きますか。はい、わかりました。あ、弦野かもしんない、読み方。さて、おー、キャンプがあるね、もう、なんかここまで行くとほんとモンハン見ない。すごいモンハン見ない。今いるのがベースキャンプです。言い方がごめん。完全にモンハンなんだよ、やっぱり。3種のポケモン、ビッパー、ムックル、コリンコを捕まえる。それが試練の課題でしたね。うん。では始めましょう。博士、どうしたのですか？いたんだ、博士。あの後、隊長に言われたのですがね、確認する。あの者に何かあれば、あなたが責任を取るのですね、と。もう、隊長、厳しいですね。と言っても、博士がいたところで、まあ。僕は何かする必要はありません。ウルスゲスの実力は本物ですからね。物本、物本。それは私、重大責任重大ですね。でも、ウルセウス君でしたら大丈夫。あ、ごめん、くんつけちゃった。ウルセウスでしたら大丈夫です。試練を始めましょう。いや、前の光がくんづけだったから慣れねえな、呼び捨て。さて、じゃあ行ってみよう。一周目のポケモン、ビッパーを捕まえる。まあ、ビッパーごときだったらすぐ行けるっしょ。さて、ビッパー、デッパー。試練を捕まえるポケモンが生息する大使坂、大使、大使を抱け。てか、この時ポケモン名前つけらんないんだね。そっか、まだ絆がない。黒曜の原野。下になんか特殊文字書かれてたね。あ、かわいいビッパー。あら、ビッパーですね。早速捕まえましょう。あ、はい。なんかこれ隠れたりした方がいいタイプ。なんかすごいバカにされた気分。捕獲的の基本はよく狙うんですって、もうご存知ですよね。一応してることをお伝えしますよ。ZL で押しっぱなしで注目。なるほど。相手を見失いにくくなるので、ボールを狙い覚めるときに攻撃が発する。ZL をボタン押しっぱなしか。なるほど。ターゲットカメラと違って固定じゃないのか。ビッパーは温厚な希少のポケモンですから逃げないと思いますよ。なるほど、OK。コリンクだな、多分、問題は。じゃあ、とりあえずやってみるか。あ、これ、普通にもう捕まえちゃっていいの？じゃあ、捕まえてみましょうか。はい。早い。早い。すっげえ注目簡単なんだけど。すっごい捕獲。なるほど、これ後半が動き早くなってくるやつ多いだろうね。ガブリアスとか。ビッパーの捕獲成功ですね。さあ、次のポケモンに行きましょう。次、ムックルだね。空飛ぶのけど大丈夫かな？気づかれないようにすんのかな、だから。ムックル気づかれないようにすんだろうね、多分。空飛ぶかんね。あ、いるね、ムックル。広いね、オープンワールドってだけあって。こういう場所ってどこ行ったらいいかわかんないんだよね。ムックルです。あの子たちは少し怖がりすぐ逃げ出さないです。じゃあどうするの？しゃがめばいいのかな？あー、すごいなんか短い鳴き声。いくらなんだ。でもしゃがめば大丈夫です。気づかれない、こんなだけ近すぎますよ。なるほど。まあ、B ボタン、B ボタンしたらもう一度 B ボタンで OK ね。なるほど、B ボタンは一回押しっぱでいいのね。了解した。一回押せばいいのね。とりあえずムックルがいる場所あっちだから、一回しゃがみましょう。いや、こう近い近いから、なるべくなる、あぶね、あいつ、感づいてやがる。やるじゃねえか。あ、ネギ生えてる。これ、カモネギの進化に使えそう。くらえ、よし、オッケー。というわけで捕まえました。あ、なんかお盆の実とかもありそうだね、これ。あ、そうだ、ジャンプがないんだった。なんか、ジャンプがある癖だと思っちゃうんだな、こういう系って。ムックルの捕獲成功です。あと一匹ですね。さて、最後はコリンクが、多分コリンクはバトルになるんじゃないの、さすがにこれ。ボングリの見てねえと。ボングリの実ね。よ。これどうすんの？そうです。先輩として教えておくことがありました。多分この木の実じゃない？相棒の入ったモンスターボール、通称ポケモンボールの投げ方ですよ。島星隊長の教えです。道具を投げた後にポケモンを投げるなら X。はあ。ポケモンを投げた後に道具を鳴るときの X。なるほど、切り替えなのね。X 切り替えの教えらしいです。うん、めたいね。ポケモンを機内に投げて、なるほど。いよいよ相棒の出番ですね。さあ、最後のなんかコリンクの捕獲ですよ。じゃ、つまりこれはポケモンで戦わせた方がいいってこと？これ木の実ってもしかして攻撃できんの？あ、そういうわけじゃない。ちょっと投げてみる。ほっ。お、すごい。俺の実3個も取ってか、20マロー。え、楽しい。何これ。ちょっと、じゃ、この岩にも投げてみていい？どうなんのこれ。なんか叩くんの？あ、話せる。おめえ、くそ。いや、失礼。何？コリンクです。どこにいた？いや、そんな強キャラ感出せ。まあ、実際強いかな、コリンク。コリンクですが、気性が荒いのが分かりますか？うん、まあ、なんとなくは分かるよ。気性荒そうだもんね、あいつ。レントラーだもんな。さすがですね。私は注目しないと分からないですけど。気性が荒く興奮しているモンスポケモンは、ボールを弾くのです。なるほど。なるほどね。この警戒度が高いとダメってわけで。ああ、なるほど。三角が多いほどダメと。で、バツ印がついてると、なるほど。戦い、戦闘中にしか捕まえられない。なるほどね。分かりやすい。任せてください。私がとっておきの情報を教えます。
戦いを仕掛けるのです。怖いな。戦ってる時は2ボールを投げればポケモンを捕まえられますよ。なるほど、ポケモンが入ったモンスターボールがありますよね。もしかしてさっきさ、俺戦闘中さっきっつうか多分前回の動画なんだけど、俺あのトギピーと戦ったじゃん。もしかしてあれ戦闘中攻撃受けたけどさ、避けないとダメなのかな、戦闘中も。そうしないとプレイあれなのか、目の前真っ暗でやられちゃうんかな。ありそうだね、それ。それも注意していかないと。通称ポケモンボール。うん、知ってるよ。ポケモンボールで、を捕まえたい。ポケモンの近くに投げてください。オッケー。あなたは勝負できる人ですから大丈夫だと思いますよ。オッケー。で、ポケモン開始。オッケーオッケーオッケー。まあ分かってるよ。なんか ZR で投げるってのはちょっと慣れないな、でも。とりあえず、ZR。行ってこい！あ、ちょ、待って！オッケーオッケー、戦闘開始！さあ、行くぞ。じゃあ、まずは体当たりだな。アクアジェット覚えてんの？このレベルで。で、弱らせたいけど、で、どうすればいいんだ？ゴリングの電光石火。これ、俺もこういくらいに行ったらどうなんだろう？ちょっとやってみていい？これが様子がかかっている。なるほど。そうなら、とりあえず、もう一回ぐらいちょっと、アクアジェットかましてみるか。アクアジェットでぶっ飛ばしてけ。もやもや気分切り払いして。で、道具で、モンスターボールだな。使う。これ投げれる、これ勝手に投げてくれるのかな？あ、なるほど。戦闘中勝手に投げてくれるね、使えば。いいね。え、だいぶ弱らせたから、これで OK。オッケー、あ、1回しかやれないんだね。やったー、コリンコを捕まえたぞ。ユービー、ポケモンを恐れず近づき見事捕獲してみせる。なんてすごい人が落ちてきたの。そんな感心されるようなことしてないですけどね。ポケモン図鑑を完成するという調査隊の使命、あなたがいれば達成できそうですね。ただどうしてそれが落ちてきたのか気になりますが、うん、確かに俺もわかんない。さあ、ことぶき村に戻りましょう。オッケー、ベースキャンプやないかーい。合格間違いなしですといった言葉が事実となりましたね。あ、ごめん、読み間違いだ。何はともあれ、ウルセス君おめでとう。すべてのポケモンに出会えた第一歩です。記念に一枚写真を。チーズサンドイッチ。あれ、どっかで聞いた覚えが。にか。にちゃ。いやー、気持ち悪い笑顔。ウルセスの才能、あ、ごめんなさい、間違えました。ウルセスの才能でした。当然の結果だと思いますよ。もうちょっとなんか本当に違い出してほしい。勝負した隊長に報告ですね。さあ、言葉向けない戻りましょうや。やっと戻れるか。なんか同じポケモンも何回捕獲するとなんかいいことあるんだっけ。ただモンスターボールがその分なくなるからあまり対応はできないよね。金が欲しいね、早く。あなたが捕まえたポケ、あなたが捕まえたポケモンはそのうち村の牧、放牧場で預かってもらいます。うん。調査に向かうとき6匹までポケモン連れていくことができますよ。まあそんな人いませんでしたけど。まあ俺6匹連れていけるんで任せとけや。あ、本部の島虫隊長の報告ですよ。じゃあ報告してきます。きっと島虫隊長も喜んでくれます。裏でガッツポーズするタイプなのかな。早えな。ちょっと待って、これさっき写真あったんだよ。あ、すげえ、ポニータと、あ、ショーもいる。あれ、あの人もいるじゃん。あ、パチリスと一緒に写真撮ってる。あれ、あの人じゃない入り口にいる。なんだっけ、デンスキか。デンスキも写真撮ってる。金枠じゃん。すごいレア感あるね。おい、島星隊長。許可なんか入っちゃってごめんね。書類散らかってんね。どうやら、のたれ死にせずに済みそうだな。済むようだなか。祝福する。試験枠を置く。貸したポーチはそのまま使うがいい。それにしても感心した。異端な奇妙を試すために無理難題を出したのにこなすとはな。優しい。授与する調査隊の制服だ。ついに格好、ついにこの私服から、やっと、やっていけんのが、うるせえさ、調査隊制服と、調査隊草、なんて読むのこれ。これにこそ、靴でいいのこれは。靴でいいのかな、わかんねえや。昨夜泊まった宿舎にて着替え、本部3階には団長室、団長室に急げ。あ、了解しました。調査隊長最初の任務だ。成功チェックし、団長に挨拶せよ。はい、わかりました。じゃあ、とりあえずちょっと自分の部屋行ってきまーす。で、鏡を見て成功着替えると言っていたが、着替えますか？はい。とりあえず着替えればいいのね。あ、洋服こんな感じなんだ。へえ、こんな感じ。あ、すごい。あ、なるほどね。オッケーオッケー。まあ、これは多分先にやんないとダメだから、この服装に着替えますかで、はい、オッケー。まだ帽子はないんだね。だからあれ、チュートリアルで帽子持ってたけど。うるせえさ、調査隊制服に着替えたね。オッケー。じゃあ、これであれ、団長どやらに挨拶していきましょうか。クロロルシルフルかな。あ、勝手にワープしてくれた。優しい。調査隊の制服、竹もぴったりですごく似合っています。いつ寸法測られたんだろう。隊長があなたの方の、あなたのために、あつらえさせた方のようなですね。着替えたか。昨日定住用した部屋だが今後も使うといいんすか。俺の家にしちゃっていいんすか。あんないい家を。こちらも使え。何なんすか、なんすか。モンスターボール。あ、帽子だ。これが後に語り継がれてくんだな。ダイパの方とかに。感慨不敬もんがあるわ。
なんでこの帽子なんだろうね。なんか意味あんのかな。団長に挨拶せよ。はい、わかりました。行ってきます。無言の圧力が怖い。あ、この人が団長かな。いかにもにいるね。いかにもな人。見た目すごいこわもて、ヒゲでけ、やべ、鼻毛ではないな。待ちかれたぞ。いや、待ちかれたぞっていう感じするか。オッケー。なんだこの威圧感は。覇気か、覇王色か。銀河団団長、電木である。電木さん、はあ、まあ、頭の髪の毛のなんか生え際あたりちょっとハゲてきてますね。オールバックにしてるって思えないぐらいちょっとデコ広がり、ちょっと薄毛広まってきたね。大丈夫？その感じ鼻毛にすごいもうこういっちゃってるけど大丈夫かな。うむ、お前がうるせえうつだな。あ、はい、そうです。うるさい、想像しい男、うるせえうつです。コミュ障やめろ、コミュ障やめろ。逃げ切れぬやつだな。事業のためから落ちてきたことを含め、おおよその話は聞いている。さて、どれほどものか確かめさせてもらうぞ。戦闘会立ち合え。ぶつかろうぜ。え、なに、お前自身が、でゃあ、え、お前自身、強い。うむ、勢いを感じる。相撲はまだまだだが、見どころありそうだな。何すね、いや、もう、あんた、ポケモン刺激できるよ。電木さん、あんた強いわ。空から落ちてきたお前を不気味だと思う者もいるだろうな。人によっては災いを招く者と考える迷信深いや者もいるやもしれんな。まあそんなことはどうでもいいわ。だが入団試験に合格したのだ。お前が面用のやつでも寿村の仲間として受け入れようぞ。いい人。銀河団の仕事に中堅し、ポケモン図鑑を完成させよう。はい。うるせえっす。ポケモンとは恐ろしき生き物。ポケモンとは恐ろしい生き物。心して調査に励め。噛んだわ。うん、噛んだね。メイン任務、中段任務、あ、入団任務、入団試験達成。やべえな、ちょっと待って、みんな噛みまくる、すごい噛みまくる。ちょっと今のうちにちょっと発声練習していいですか。ゆっくり話していきます。団長に認められたな。お、近い。君は銀河団員としてのランクはゼロ星となる。何星まであんの？諸星まであんの？調査隊員として活躍すれば君のランクも上がる。そうしたらウルトラセブンに変身できるんだろうな。団員ランクも上げるにはポケモン図鑑の完成度を上げましょう。なるほど。そして図鑑の完成度を上げることは全てのポケモンと出会えという君の使命に達成することにつながるのですよ。わかるか。これも与える。クラフトに必要なレシピだ。クラフティモンスターボールのレシピを覚えた。なんか動物の森かある。バンボングリの実と玉石って何？石？ああ、それを身近にやればいいけど。3000円だ。材料買うといい。あ、はい。あ、ありがてえ。金くれた。あ、3000円。チョウ、クラフト名人の君に命ずる。ウルセウスにクラフトを指導せよ。クラフト名人なんだしょう。はい、島節隊長。では先輩として。クラウドというのは手作業で作るということです。まあわかるよ、さすがそれぐらいはね。雑貨屋でも道具を買えますが、自給自足の精神が大事なのです。なるほど、モンハンでいう調合みたいなもんか。私たちの調査隊が一番使うモンスターボールも作れますよ。スーパーボールくれ。この技術すごいですよね。さあ、クラウド屋に行きましょう。まあ最初はチュートリアル多いよね。描いてしましょう。オッケー。さて、外に来まして、呉服屋のシャロンと申します。この度は入団おめでとうございます。あ、いえ、こちらこそありがとうございます。博士に頼まれていた着替えです。どうぞお受け取りくださいませ。この人は誰がモチーフなんだ。こんな人いた。うるせえさ。道中儀と、また引きでいいのかな。また引きを手に。なんでここはなんで読み方ないの。村にはいろんなお店がございます。よろしければ足を運んでくださいませ。ちょっとショーのとこ行くまで寄ってみると思ったら、ショーの方から来た。早い。うるせえさ、クラタヤこっちです。声でか。この前ちょっと調べてみよう。これだ、何、見られない人ですね。あ、変えるんだ、でも。へえ、なるほど。あ、元気のかけらも変えんの。え、もうすでに。で、呼び覚ま、餌と合わせることで香ばしさを増す。なんか、なんて読むんだろう。ビャ量が。まあ、よくわからんわ。いらっしゃい、どうなさいますか。あ、髪結いしてもらえるんだ。ありがとうございます。では、店内ちょっと髪結いしてもらおうぜ、いきなり。いきなり髪結いしてもらおう。それでは、席にご案内しますね。荷物はお下がりしますね。あ、どうもどうも、ありがとうございます。さて、どうなさいますか。どんな髪型あるんですか。え、残切り、うん、総髪、選ぶ、うん、丸刈り、巻き髪、網です。すごいな、これ。これいいな。白髪でいっちゃおうぜ。で、これ何、白、二色にできる。眉毛まで。眉毛だけあえて黄色にしとく。眉毛だけあえて切る。なんだこいつは。すごいな、こいつ。じゃあ、これ何色。あ、これ青色なんだ。いいね。
青色か。確かにいいな。俺、青色好きなんだよね。ちょっとネイビーっぽいかな。待っても白色で行こうや。目立つからね。白色で行きましょう。オッケー、これで行きましょう。決定。これでお願いします。受けたまりました。それで始めますよ。秘伝奥義。強い。うほい！どうやってやったんだろう。こんな髪の毛あったか、俺。はい、お疲れ様でした。とてもお似合いですよ。ありがとう、沢さん。帽子はどうなさるの？かぶります。それでは帽子をどうぞ。この状態帽子かぶると、ハゲになった！ハゲになった！ありがとうございます。おかえりさんは忘れ物にご注意を。すべて髪の毛包み込まれたんだが、ハゲじゃん、ただの。またぜひいらしてください。これじゃ丸刈りと何も変わらんよ。せっかく髪の毛個性出して、ちょっと帽子外すわ。みんな帽子ってどっから外すの？帽子ってどっから外すの？これわかんない。もう、帽子外すのわかんないけど、ちょっとクラフト屋行くわ、みんな。全然わかんなかった。どこに外せばいいのかわかんないやで、ね。この人クラフト屋。いかにもな人いるけど。村でクラフトするなら、クラフト屋さんのクラフト台です。うんうん。なるほど。そういう DIY キットみたいなのが必要なのね。それがあればどこでもクラフトできると。今回は私が材料をあげますね。いわゆる合格祝いです。ありがてえ！体調から出たお金は服とか買うのに使うといいですよ。マジか。クラフト台作る道具、モンスターボール選んでください。オッケー。まあこれでクラフト台でモンスターボール作ればいいの。いろいろ今後、ハイパーボールとか作れそうね。何個ぐらい決めな、一気に何個ぐらい作るの？あ、じゃあもう20個ぐらい作っちまうか。普通20個ぐらい作っちまおう。どうせ使うしね。クラフト習得。初めてのクラフトですのに見事なモンスターボールですね。あ、ラベン。前にも説明しましたが、ポケモンには小さくなるという不思議な能力が備わっています。だからあれ小さくなるってやつで回避率ぐんとアップするのかな。あれって技じゃなくてデフォルトだったんだね。その能力を生かしたポケモンを捕まえるのがモンスターボールなのですよ。うん。そして捕まえたポケモンを記録するのがポケモン図鑑。さあどうぞ。あ、お前が持ってんだ。原始的なのかな。うるせえさ、ポケモン図鑑を手に入れた。ちょっと身長でかくなったね。ポケモン図鑑、ポケモンの調査結果は、さっし、あ、そういうことね。まあ、さすがにこんな世界ないもんね。なるほど、登録7、捕獲は4匹。なるほどね。で、ミジュマロ、あ、そっか、日の嵐とトゲピーとかいるのか。なるほどね。こんなのあるのね。あ、ありがとうさん。君のために用意したものです。すべてのポケモンと出会いという使命を渡すのに役立ててください。はい。図鑑を完成させるには図鑑タスクをこなさないと。私も調査隊としてポケモン調査に励ます。多分その図鑑タスクっていうのは多分あれだね。ポケモンの技をなんか見ろとか、捕獲した回数とかだね。そういうのだね。私も調査隊としてポケモン調査に励みます。頑張って。うるせえスク。それでは図鑑のタスクを説明するのです。原野ベースに行きましょう。強制連行です。ガイドします。強制連行だった。服屋買いに行こうと思ったのに。なあ、聞こえていたんだが、ギアベースに行かない。ついで俺のいないも聞いてくれないか。なんかすごい、なんか顔を見てる人、俺見張りだろ。もう一番離れるとまずいから。ホームの前で待ってるよ。ああ、サブにも愛受けられると。なるほどね。じゃあ、話しかけてみましょい。君、ポケモンのケムソって知ってる？知ってるよ。可愛いよね。知ってる知ってる。ラベン博士が話していたのだ。ポケモンは戦ったりして経験を得ると、進化と呼ばれる姿形が変わって、強くなる現象を起こすのだとか。うん、ポケモンの進化。クロバットじゃん、明らかにこれ。俺の大好きクロバットじゃん。前回、釘バットって名前だったやつね。俺は自分の手でケムソを育てて進化させたい。君、調査隊だろ？もしケムソを捕まえたら俺に譲ってくれないか？俺も用意したからさ、ケムソの額頼んだぜ。なるほど、こうやってサブ任務あるのね。なるほどね。こういうのもいろいろこなしていきたいと。他にサブ任務ってあんのかな？あるあるある、ムックの好きなものがあるわ。決まりさんがあるわ。サブ2枚比較的言うといた方がいいよね。あんた、空から落ちてきた人よね。ことぼき村の外に出るの？調査隊ってポケモン図鑑を作るんでしょ？ムックのこと調べてきてよ。ポケモンは怖い生き物。でもムックら見てて癒されるわ。触れないけどね。ムックの図鑑完成したら見せてね。なるほどね。じゃあ俺がこのあれなのか。任務をだいぶこなして、あれなんだね。ポケモンたちの絆を深めていかないといけないんだ。思い出せませんね。コリンクの耳に変わった模様があったと思うんだが、あ、うちのコリンク使えます？ダメだ、思い出せん。このモヤモヤを晴らしたい。あんた調査隊員なんだって。コリンクが捕まえたら見せてくれ。この目で直接見、あ、いいですよ。ちょうどいますよ。あーと、だからこれで、これで、よいしょ。どうよ。これどうよ。え、コリンク見せてくれるのか。普通に見せりゃいいんかい。普通に見せりゃいいんかい。だったら普通にさっさと言え。さて、丸い耳の模様は、こんな感じだ。黄色い十字、これで星みたいな模様。ジラージもびっくり。喉に小骨が刺さったようなモヤモヤがあったが、すっきりした。そんな嫌らしかった。そんなモヤモヤだった。そのレベルはもう嫌だね。あんたのおかげだ、ありがとう。
ホリグの耳はどんな耳？俺何くれんだ？傷癖3個あざす。これ意外といいね。楽しいわ。ちょっと待って、いろんな場所行けんね。ちょ、あっち側行ってみる。やべえ、楽しすぎて周り散策しまくっちゃう。この人何？この人おはぎさん。放牧場では捕まえたポケモンを預けたり、手持ちのポケモン変更したり。なるほどね。ここはボックス的なもんなのか。なるほど。まあいいや、まだ最初いないしね。ここ放牧場ね、場所覚えとか広いね、村。まあ、後々探索と行こうや。とりあえずは、今回、この先にいる、なんか、まあ、よくわかんねえ、なんか、あれ、原野ベースに行って、なんか、やってこいとか言われたんで、そう出るのか気をつけるな。あ、はい。これ最後にやって、今回動画終わろっか。で、原野ベース行きましょう。あ、ロード画面かっこいい。あ、ロード画面かっこいい。これ一面なんだよね、多分。マリオで言うと1の2ぐらいかな、今。さて、花岩がしてますね。そして俺は丸刈りただの帽子外して。さて、ウルセウス君、ポケモン図鑑を完成させるには図鑑タスクをこなす必要がありますよ。ポケモン図鑑を見ればタスクを確認できますよ。あ、はい。これね、ポケモン図鑑を完成するためにやるべきこと、ポケモンの種類ごとに内容は数が違うね。まずはどんなタスクがあるのか、下ボタンの図鑑を開いて確認しましょうね。はい。ZL ボタンでポケモン中古したままポケモン図鑑を開くと、図鑑タスクをすぐ確認できて便利。へえ、いいね。なるほど。ポケモンを捕まえたい、ポケモンと戦ったり、図鑑タスクをこなすことで研究ポイントを貯めるのです。どれが貯めりゃいいの？え、何？ウルセウス、大事なことを教えます。野生のポケモンに襲われたら回避してくれ。回避は Y ボタンらしいね。何それ？ポロリじゃん。私の動きを避けて真似できるようにしてください。はい。えぇい！うるさ。小学校の体育で習うレベルの前転。今流れるのは美しい彼の動きが回避です。素早く回避すればポケモンの技も避けられますよ。ポケモンの技は強烈です。何度も攻撃されると気絶しますから。目の前真っ暗になるんだっけ。私、コリンクの電気ショック浴びて気絶して。これって俺たちもね、あ、そうか、俺たちを狙ってくることもあるんだっけ。大丈夫です。先輩の、私が先輩としていろいろ教えますから。OK。ルイージじゃねえか。じゃあ行きましょうか。ダッシュガールス押し込み、ZL で注目。じゃあ、とりあえず勝負をかけてアドバイス受けましょうか。それまでちょっと周り調べるものとかあったりすんのかな。これちょっと試してコリンコとか投げてみていい？この岩に。ダメか。なるほど。結構難しそうだな。おっと。岩を砕くな。岩専用のポケモンがいないとダメ。調査隊の駆伝です。はい。ZL でポケモン注目した場合、下ボタンで図鑑を開くと、あ、図鑑タスク言ってたね。やってみようか。チュートリアルビッパがいるわ。ビッパの図鑑タスクには捕まえた数というのがありますね。そう、1匹捕まえて終わりだから2匹、4匹と、どんどん捕まえてくださいね。かわいい。どんどん捕まえていけないのね。コリンクは好戦的なんだっけ。ポケモンと戦うのでしたら、島伏隊長 X 切り替えの教え、ポケモンの入ったボールと道具、どっちを投げるか切り替えましょうね。早速試してください。私は先で待ってますから。あー、優しい。じゃあ早速やってみよっか。これで、掴んで、なるほど、捕まえた数。重いサイズを捕まえ、倒した数。ちょっと試し倒してみるか。そうだ、コリンクのレベル上げたい。ちょっとコリンクで挑んでみるか。そうだね、コリンク行ってみよう。はい、どっこい。いいぜ、行けよ。で、Y ボタンにかけビッパー警戒している。ビッパーの方がちょっとレベル高いんですけど。電光石から、かませ。オッケー。硬いな。ビッパー警戒してますね。ビッパー逃げ出した。なんだって。なるほど。あ、電光石火を見た数とかある。なるほど、ね、じゃあちょっと1匹ぐらい捕獲した方がいいか。水タイプタイプピッチだから、ね、いきなり覚える技がアクアジェットなかなか強いよね。でビッパーやっつけた。オッケー。じゃあこれ話していきましょうか。よっ、おいしょ。調査隊クデンです。でとりあえずポケモン注目したまま下部がさっき言ってたね。うん、ムクルズガンタスクしてみたからさ、あ、隠れなきゃいけないのかな。だとしたら見つからずに捕獲というのもあります。試験でも教えたように草もにくく。なるほど、見つからずってのもあるのか。なかなか後輩になってくると難易度高そうね。私あちこちで待っていますから、いくつかタスクをこなしてみてください。あ、はい、わかりました。でちょっといろいろ捕獲してみるわ。これで木の実落とせるね。オッケー、ボングリの実ごっこ回収できたね。なるほど、結構ボングリ広いね。ワールド、なんかすごいゼルダ感ある。こういうのすごいゼルダブレスオブザワイルド感がある。でこれ Y ボタンに回避。なるほど。でこれカモネギは何なの、これ。あ、薬草なんだこれ。なるほど、これ多分使うとあれだね、あれなんだと思う。なんだっけ、あれ、傷薬つけるんだと思う。で、これ ZL で注目。あー、ZL で注目。これで変化。で、こいつは何、見つかず捕まえた数5とか10とか、倒した数が2とか10とか、確認した姿の種類2種類とか。まあ、とりあえずちょっと捕獲してみるか。おい。OK。こんな感じで捕獲していくんだね。なるほどね。いいね、面白いね。捕まえた数3匹になった。あ、みんな。ケムストいる。みんな見た今。ケムストいたよ。ケムストだ。
クライモンスターボール。あ、ミスちゃった。待って、ほら隠れる気ゼロ。あー、でめか、ね、逃げちゃうか。ちょっとお前みじまるで捕獲するか。ちょっと終わらせよう。オッケーオッケーオッケー。みじまる、ケムスト出てきた。でケムストはどうしよっか。ちょっとここはクワジェットで終わらすか。さすがにワンパワーできないっしょ。オッケー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 。で、これ捕獲しよう。それ自分動けるんだっけ。うわ、毒針持ってんのか。やるね。で、これそうだね、ポケモンじゃなくて技でモンスターボール使ってケムスト捕獲しましょう。よいしょ、ええワン、おい、オッケー、ケムスト捕まえた。これであの人にあげられるぞ。ケムスト、いいね。ケムスト捕まえた。ケムストの頭痛感タスクとかも後で見とかないとな。お、ショーいいんじゃん。どうした。フォトあたりですと、V ゼルというポケモンがいます。あ、いるね、真後ろに。なんだろう、 V ゼルでも好戦的なんじゃねえの。ポリンクルの気性が荒くて技を出してくるから治療が欲しいです。捕まえるなら戦いを仕掛けてください。オッケー。 V ゼルって好戦的なんだ、こう見えて。あなたがダメージを受けるとピンチ状態で画面が赤くなります。ダメージが時間、あー、なるほど、自然回復なのね。で、ピンチ状態の時さらにダメージを受けると力尽きで真っ黒になります。はぁ、怖っ。ブイザーの図鑑タスクには特定の技を見るというのがあります。これは戦いの中で技を見るということですし、戦うことでこなせるタスク。なるほどね、そういうのもいろいろあるからね、やっていかないと。ブイザーのタスクをこなせたら私のところに来てください。オッケー、じゃあ今回このタスクこなしたら多分終わりかな、今回動画。ブイゼル、ブイゼル、ブイゼルゼルいるね。はい、あぶねえ、攻撃してくる。なるほど、あんな感じで攻撃してかけてくるのね。ブイザー様子と伺っている。で、とりあえずここはそうだな、まあアクアジェットは効かないが耐えたら行きましょう。ブイザーレベルなかなか高いね。電光石か、なるほど、やる。なかなか強いね。だがこっちは体当たりでいけるぜ。体当たりではどんどんやってけ。で、ブイザー何してる。水タイプ。お、様子伺っている。これは、あ、どうしよう、ブイザーで捕獲するか。いやー、どうしよう。あ、そうか、まあどっちみち捕獲するた方がいいか、最初は。そうだね、捕獲しよう。じゃ捕獲しましょう。へい、オッケー、捕獲完了。 V ゼル捕獲、ふい、 V ゼルレベル4を捕獲と。で、レベルアップ、ビッパーが新しい技を覚えた。これはなんだ、これ何、鉱石砕ける。あ、これなんかある。何これ、玉、あ、これ玉石か。へえ、玉石こんな感じなんで。この人は何、なんか気になったんだけど。キラキラ光る4も相棒のポケモンに壊してもらいな。モンスターボール作るに必要な玉石を入手できるから。なるほどね、そういうのは積極的に狙ってった方がいいと。いや、楽しい、マジで。みんなやばいよ、すっごい楽しい、やばいわ。待って、みんなみんなみんな、あっちポニータいる。ちょっと今ね、ちょっと外の方へ歩いてないけど、ポニータがいる、ポニータがいる。ポニータレベルなんだろう、あれ、あれ戦闘しないとダメなタイプかな。待って、だとしてちょっと待ってね、ポーチちょっと傷薬ちょっとみじまで使っとくわ。オッケー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 。あいつは好戦的か、試しやってみるか。ほい、お、いけるいける。ポニータは意外とあれなんだ、意外と温厚なんだね、ポニータ。オッケーオッケー、ポニータ捕まえた、いいね、楽しいわ。どこへでも行けちゃう。ちょ、待って、なんかいる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 。何あれ、ギャロップ、何あのギャロップ、え、やばすぎ。いきなり出会うやつじゃないと思うけど。見てみていい？情報見れんのかな？あ、ダメだ、なんか見れない。え、なに？レベル 40! 無理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 。逃げよう逃げよう。あいつは無理だ。挑んでも勝てる気しねえ。レベル40だって、序盤にいちゃいけねえやつだ。逃げろ逃げろ逃げろ。目つけられてかなう気しねえぞ。いや、あいつはやべかったね。とりあえずちょっとショーに話しかけ、今回の動画終わろっか。よいしょ。楽しすぎてやり込んじゃうわ。あなたは本当に一生懸命ですね。あ、すいません。あ、そのあたりクラフトキットを進呈します。これいつでも作れる的な感じ。クラフトキットを手に入れたー。クラフトキットはどういう効果。クラフト型でない場所でもクラフトを可能する道具が揃ったセット。ただし使えるのはポーチの中の材料だけ。なるほどね。あ、いつでも使えるんだ、いいね。ボールをいつでも生成できるんだ。傷口のレシピはどうぞ。薬草が必要なのかな。キズグスのレシピを手に入れた。オレンの実と薬草、なるほど、結構簡単に作れる。クラフトキットのポーチの中の材料を使ってどこでもクラフトできるのです。つまりボングルの実と玉石があればいつでもモンスターボールが作れますよ。あとオレンの実と薬草で傷口が疲れますから、ポケモン元気にしてあげてください。もう早速したよ、さっき。あとレベル40のギャロップ見たよ、やばかったよ。あの図鑑のタスクは順調でしょうか。図鑑の表示で未報告タスクを確認できますよ。なるほど。未報告タスク23件ありますね。23件ありますね。これはどうすればいいんでしょう。
どうやって未発見とかすればいいんでしょうね。図鑑タスクをしっかりこなしたら、ラベン博士に報告してくださいね。なるほどね。タスクを発生しまくれば、その分ラベン博士に報告できることが増えると。じゃあちょっと道中でなんか捕獲できるやつがいるんだったら、しかしに行きながら帰りましょうか。よし、それじゃあある程度ちょっと捕獲しきれば帰ってきましたね。レベル10までミジマルが育ったわ。おお、びっくり、何お前、急に現れんだ。びっくりしたな。なんでお前、誰もいねえのかと思った。到着すればあんのかと思った。急にお前現れた。びっくりしたな、もう。驚かせた。今、吉野なんだかちょっと怯えてんだからね、俺。暗闇教授とか電気ここ、正直ドア開けんのすら怖いよ、自分の部屋の。おお、クラウドキットですね。ショークのお話をすべて来ましたが、お疲れ様でしたね。では、調査後日で説明ですよ。報告することは報酬を得られますよ。嬉しい。ちょっと、お金がもらえる。マジ、金ですか。それを集めなきゃ。図鑑タスクも確認させてください。どれぐらい達成した？すごい捕獲したっしょ。本当はもっと満杯したかったんだけど、まあ時間ちょっと動画時間ちょっと気にしちゃったからさ、ちょっとストーリー本格的にやっていきたいからね。ちょ、ある程度ちょっと軽めに捕獲したね。あ、いいわ。2271円だって。ありがてえ。こんな感じで金集めていけないのね。いや、楽しいわ。ふむふむ、なるほど。選んだ情報で図鑑更新します。うん。ポケモンごとに研究レベルがあります。レベル10でページ完成しては、ポケモンの詳細情報が明らかになりますよ。さらにタスク達成やページ完成で、表紙のポケモン研究ポイントがあったら、なるほど。で、ライン銀ランクポイント上げることができると。何これ。あ、研究レベルとか、なるほどね。こういうのがいろいろ見えて、とりあえずここら辺で出る地域のやつ全部出たから、好きな餌とかあるんだわ。いいね。で、OK、終わると。大ランクを上げるにはもう少し図鑑タスクをこなす必要があるようですね。おすすめはビッパやムックルですかね。ファイトです。つまりこれはとりあえずあれか、タスクレベルを上げなきゃいけないのか。じゃあちょっとビッパとムックルちょっと捕獲しまくってくるわ、みんな。行ってきます。なんかみんな、わ、なんか技の部分見たらなんか力技とかなんか、早技とかなんかあるんだけど、何これ。なんかすごい、早技、力技、ちょっと力技やってみる。力技、いや、急にエフェクトよ。貝あたり転がしてきたわ。逆転、お前の転がる方がなかなか強そうだな。じゃあ、あとアクアジェットでぶっ飛ばし。いや、これ水タイプに使えないのかな、早技とか。なんかあるね。一番上の技しか使えないのかな。それはそれなんかちょっと困るね。なんか後々変えていきたいね、早技。OK。で、ビッパーなんか倒してこいとか言われたからなんかいろいろあるけど、まあとりあえずちょっとやってきます。OK、これでレベルアップしたんじゃないかな、隊員。ミセス君、図鑑タスクのこなしましたね。これで大ランク上がります。さあ、子供から戻り島星隊長に報告するのです。大ランクを上げてもらいましょう。オッケー、これで1レベル上がったね。さあ、かっこいいロード画面。それじゃあ今回動画はそれをやってから終わりましょう。だいぶ時間経っちゃったね。もう1時間近くぐらいもう撮っちゃってるわ。楽しすぎてずっとモンスターばっか捉えてたわ。いや、楽しい。あとでちょっとチーム編成変えたいね。ポニータ入れてえば自分チームに。おい、島星隊長、確認する。図鑑を見せたまえ。はい、どうぞ。で、これ多分戻ればいいのかな。なるほど。これでどんな感じです。承認する。ランクアップの手続きだ。やったね。これマスターランク見たらもうハンターランク見たらもんでしょ。要は君は銀河ナインとしてのランクは一つ星だ。一つ星に上がった。というわけで一つ星、イエーイ。ああ、なるほど。ランク10ぐらいまであるのかな。なるほど、ランク10か。10星まであるのね。じゃあとりあえずポケモン隠しまければいいと。お、ヘビーボールが使えるようになった。だってレベル20までポケモンが、ああ、なるほど、ジムバッジ的なポジションなんだ。調査庫が得られるように報酬が多くもらえるようになった。やったね。これからも渡す、これも、これらも渡す、クラフトに必要なレシピだ。スーパーボールとかいろいろ使えるのがヘビーボール、来た。重いんだよね、確か。ボングリの実と黒色の玉石が必要と。元気のかけらのレシピ、やったね。元気のつぼみと薬草、うん、元気のつぼみまだ見てないな。空からお式で異端者がまだ生きているのは、君の才覚と努力の結果である。いいか、多くの人は分かりやすいものを好む。大ランクを上げれば、空が落ちてきた怪しい人間も受け入れてもらえるだろう。ここで生きていくなら大ランクを上げろ。上げることで使えるボール種類も得られる報酬も増える。はい、分かりました。図鑑タスクの調査、完了。調査開始か。調査開始、これで OK。今日は芋づる亭で食事を取り休息するがいい。芋づる亭ね。歓迎してくれるかな、あの人。ウルサス君、大ランク上がったお祝いですよ。嬉しいことかな。あと芋餅も美味しいですね。マジで一物って呼んじゃいそうで怖い。これからは調査団の任務だけでなく皆さんの依頼と大忙しですね。スグルさんの依頼は引き受けましたか。ニコ。寿村の皆さん、ポケモンには詳しくないので何かあると調査隊に相談という依頼が舞い込むのです。皆さんのお話を聞いたり、僕の研究室のある黒板に貼られた依頼メモを見ることで受け答えますよ。受け負えますよ。ちなみに翔くんが頼まれた依頼はどんな内容だったんですか。
ドロケンですが、俺センスにお願いしようかと。ポケモンに戦わせる才能が必要だと言われましたから。いないでしょ、確か金剛団のヨネさん。誰？金剛団の方々は僕たち銀河団より前から翡翠地方で暮らしています。うまく交流できたポケモンのこともいろいろ教えてもらえそうですが。なるほど、重要キャラ。とにかく話は明日聞くとして今夜ゆっくり休むのです。ブラボーブラボー。出ました。ウォーウォー、くよくえーね。翌日、そしてキートン山田コンボ。相方の叫びやる、怖えな。世間話してるわ。髪の毛白くなってストレスで白くなったって思われてんのかな。あの、よろしいでしょうか、頼みたいことがあるのです。何ですか？ええはやめろ。いいよ、じゃね、にしとく。困るな。ですね、先輩としてのお願いというか命令です。え腹立つ、腹立つ。うわー、ダメだ、同じこと言うマシになっちゃった。いいよ。なんでそんな選択肢用意したの。ありがとうございます。では訓練所でお待ちしてますね。ポケモンを捕まえたら放牧場に入れ替えるのもいいですよ。あ、オッケーオッケー。じゃあちょっとポニータで変えてくれ。じゃあ次回ちょっとこの翔ちゃんのとこ会いに行こっか。そういえば俺の幼なじみに翔ちゃんっていう幼なじみがいて呼んでた。ただちなみに男ね。それじゃあ今回の動画ここまでします。じゃあ次回翔の話を聞くため訓練場に向かったりいろいろします。それじゃあここまでご視聴ありがとうございました。じゃあ次回の動画でみんなまた会おう。バイ。